バタンガス市はフィリピン共和国のルソン島のカラバルソン地方のバタンガス州の州とかつ最大都市である。カラバルソン地方の工業校として知られる。都市加速度が最も早い都市の一つである。2010年時点で人口は約30.6万人。1572年、最初のスペイン人伝道士がバタンガスに移住した。1581年、 スペイン人は現在の州庁舎周辺を統治した。巨大な丸太が豊富なことからバタンガンと呼ばれ始めた。スペイン政府はドン・アグスティン・カシラをバタンガンの初代 EN ・コバーナダーシロに任命した。1900年代初頭にアメリカに占領され、バタンガス地域市民政府が設置された。これは1901年7月4日に施行された。 1941年12月12日、日本軍の爆撃によりバタンガスは大きな被害を受けた。1943年10月14日、フィリピン第二共和国の樹立後、日本はロマンエル・ペレズを市長に指名した。1944年3月11日、アメリカ軍がバタンガスを再占領した。バタンガスを足がかりに、アメリカ軍はケソン州を侵略した。 フィリピン人ゲリラは戦いに大きく貢献した。2008年1月19日、バタンガス市国際貨物港台に航期が開始された。バタンガス市と近くの山々の風景。ありがとうございます。